亀井戸事件とは、1923年9月3日、関東大震災直後の混乱中に発生した事件。東京府南葛飾郡亀井戸町で、社会主義者の河井義虎、平沢啓七、加藤隆久、北島義造、近藤博三、佐藤金次鈴木直一山岸佐根氏吉村浩二中須十八ら10名が、 以前から、労働葬儀で敵対関係にあった亀井戸警察署に捕らえられ、9月3日から4日に、奈良市の騎兵第13連隊によって、亀井戸署内あるいは荒川放水路で刺殺された事件。また、同月4日に警察に反抗的な時計団員に4名が、軍により殺された事件を、第一次亀井戸事件と呼び、この事件の被害者に加えることもある。この事件の事実は、 発生から1ヶ月以上経過した10月10日になって、ようやく警察により認められ、翌日の新聞各紙に大きく報じられた。犠牲者の遺族や友人、自由放送団の弁護士、伏せ達次、山崎決作や南区労働協会などが、事件の真相を明らかにするため球団運動を行ったが、改厳霊下の適正な軍の行動であるとし、事件は不問に付された。 種まき9人の観光元、種まき社は自由放送団作成の資料に基づき、本事件の柔難期、種まき雑記を観行した。このほか、9月3日から5日にかけて数十人の朝鮮人が亀井戸署内で殺害された旨の複数の記述が残されており、また、上述以外に何人かの日本人や中国人が殺されているとも言われる。 1970年9月4日、現場近くの上新寺に、亀戸事件犠牲者の日が混流され、実行委員会による追悼会が営まれている。ABCD ・二村和夫亀戸事件小論、法政大学大原社会問題研究所、資料室法138号、2017年9月1日閲覧、現在の警視庁上等警察署、 ABC 日本大百科前書亀井の事件追悼会真実を知り今語ろう日本国民救援会2017年9月1日閲覧ありがとうございます